羽横光七つの宿場は空虚であったただ目の大きな一匹のハエだけは薄暗い馬屋の墨の雲蜘の,蜘の巣に引っ掛か,かると後足で網を跳ねつつしばらくブラブラと揺れていたと豆のようにポタリと落ちたそして馬糞の重みに斜めに突き立っている 藁の端から裸体にされた馬の背中まで這い上がった。馬は一筋の枯れ草を奥歯に引っ掛けたまま、猫背の老いた魚車の姿を探している。魚車は宿場の横の饅頭屋の店先で将棋を3番刺して負け通した。何文句言うなもう一番じゃすると、 久しを外れた日の光は彼の腰から丸い荷物のような猫背の上へ乗りかかってきた。宿場の空虚な場庭へ一人の農夫が駆けつけた。彼女はこの朝早く町に勤めている息子から既得の電報を受け取った。それから梅雨に湿った三里の山道を駆け続けた。馬車はまだかのう。彼女は漁舎部屋を覗いて呼んだが返事がない。 馬車はまだかのう。ゆがんだ畳の上には湯呑みが一つ転がっていて、中から酒色の番茶が一人静かに流れていた。農夫はうろうろとニ庭を回ると、饅頭屋の横からまた呼んだ。馬車はまだかのう。さっき出ましたぞ。答えたのはその家の主婦である。出たかのう。馬車はもう出ましたのかのう。いつ出ましたな。 もうちょっは早く来るとよかったのじゃがもう出ぬじゃろうか。農夫は請求な泣き声でそういううちに早泣き出した。が涙も吹かず王冠の中央に突き立っていってから町の方へスタスタと歩き始めた。2>, 2番が出るぞ猫背の魚者は将棋盤を見つめたまま農夫に行った。農夫は歩みを止めるとくる と、向き返って、その淡い眉毛を釣り上げた。出るかのうすぐ出るかのせがれが死にかけておるのじゃが間に合わせて送れるかのけ馬と来たのまあまあ、嬉しいや。町までどれほどかかるじゃろういつ出して送る送れるの二番が出るわい。と、業者はポツンと符を打った。出ますかな 町までは3時間もかかりますかな3時間はたっぷりかかりますやろがれが死にかけていますのじゃ間に合わせておくれかの野添の陰楼の中から種レンゲのを叩く音が聞こえてくる若者と娘は宿場の方へ急いで行った娘は若者の方の荷物を手をかけた元何重たかろうが 若者は黙っていかにも軽そうな様子を見せた。だが額から流れる朝は塩辛、塩辛か,かった。馬車はもう出たかしらと娘はつぶやいた。若者は荷物の下から目を細めて太陽を眺めると、ちょっと暑くなったな、まだじゃろう。二人は黙ってしまった。牛の鳴き声がした。知れたらどうしようと娘は言うと、ちょっと泣き出しそうな顔をした。 タネレンゲを叩く音だけがかすかに足音のように迫ってくる娘は後ろを向いてみてそれから若者の肩の荷物にまた手をかけた私がもともう肩が治ったえ若者はやっぱり黙ってどしどしと歩き続けたが突然知れたらまた逃げるだけじゃとつぶやいた宿場の場にはえ 母親に手を引かれた男の子が指をくらえて入ってきた。おっか、うま,うまああ、うまうま男の子は母親から手を振り切ると、馬屋の方へ駆けてきた。そして、二軒ほど離れた馬庭の中から馬を見ながら、ああ、こりゃこりゃ、こりゃこりゃ,こりゃと叫んで片足で血を打った。馬は首をもたげて耳を立てた。 男の子は馬の真似をして首を上げたが耳が動かなかった。でただやたらに馬の前で顔をしかめると再び「こラ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 !」と叫んで血を打った。馬は桶の手鶴に口を引っ掛けながらまた中へ顔を隠してぐさを食った。おっか馬馬馬ああ馬馬。おっと待てよ。 これはせがれの下駄を買うのを忘れたぞあいつはスイカが好きじゃスイカを買うと俺ラもうあいつも好きじゃで両得じゃ田舎紳士は宿場へ着いた彼は四十三になる四十三年貧困と戦い続けた甲斐あって昨夜べようやく春後の仲買いで八百円を手に入れた今彼の胸は未来の画策のために詰まっているけれども 夕べ銭湯へ行った時八百円の札束をカバンに入れて洗い場まで持って入って笑われた記憶については忘れていた農夫は場庭の将棋から立ち上がると彼のそばへ寄ってきた、うん、馬車はいつ出るのでござんしょうなせがれが死にかかっていますのでいお待ちはいかんと死に目にあやまいと思いましてなそりゃいかんもう出るのでござんしょうな もう出るってさっっき言わしちゃったかのさて何をしておるのやらな若者と娘は場庭への中へ入ってきた農夫はまた二人のそばへ近寄った馬車に乗りなさるのかな馬車出ませんぞな出ませんかと若者は聞き返した出ませんのと娘は言った もう2時間も待っていますのやが出ませんぞな町まで3時間かかりますやろもういつになっていますかな町へ着くと昼になりますやろなそりゃ昼やと田舎紳士は横から行った農夫は狂いた彼の方をまた向いて昼になりますかいなそれまでには死にますやろな昼になりますかいなといううちにまた泣き出したが すぐ饅頭屋の店頭へかけていった。まだかの、馬車はまだなかなか出ぬじゃろか。猫背の業者は、将棋盤を枕にして、仰向きになったまま、すのこを洗っている饅頭屋の主婦の方へ頭を向けた。饅頭はまだむさらかんかいのまだむさらんむささらんかいの まだむささらんかいのうまんじゅうは馬車はいつになったら出るのであろう宿場に集った人々の汗は乾いたしかし馬車はいつになったら出るのであろうこれは誰も知らないだがもし知り得ることのできるものがあったとすればそれはまんじゅう屋のかまどの中でしばらく膨れ始めたまんじゅうであったなぜかといえば この宿場の猫背の魚者はまだその日誰も手をつけてない蒸したての饅頭に初手をつけるということがそれほどの鉄壁から長い年月の間独身で暮らさねばならなかったという彼のその日その日の最高の慰めとなっていたのであったから宿場の柱時計が十字を打った饅頭屋のかまどは湯気を立てて鳴り出した ザクザクザクネコゼの魚車はまぐさを切った馬はネコゼの横で水を十分飲み始めたザク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 馬は馬車の車体に結ばれた農夫は真っ先に車体の中へ乗り込むと町の方を見続けた乗ってくれやとネコゼは言った5人の乗客は傾く踏み段に気をつけて農夫のそばへ乗り始めた 猫背の牛車は饅頭屋のすのこの上で綿のように膨らんでいる饅頭を腹がけの中へ押し込むと御車台の上にその背を曲げたラッパが鳴ったムチが鳴った目の大きなかの一匹のハエは馬の腰の甘地の匂いの中から飛び立った そして車体の屋根の上に止まり直ると今先にしばらく雲の網からその命を取り戻した体を休めて馬車と一緒に揺れていった馬車は炎天の元を走り通したそして並木を抜け長く続いた小豆畑の横を通り雨畑と桑畑の間を揺れつつ森の中へ割,割り込むと 緑色の森、緑色の森は、しばらく溜まった馬の額の汗に移って逆さまに揺らめいた。馬車の中では田舎紳士の饒絶が早くも人々を五年以来の地期にした。しかしは男の子は一人車体の柱を握って、その、せいした目で野の中を見続けた。おっかなしなしああ、なしなし。魚車台では無知が動き止まった。 農夫は田舎紳士の帯の鎖に目をつけた「もう行く時ですかいな十二時は過ぎましたかいな町へ着くと昼過ぎになりますやろな漁車台ではラッパが鳴らなくなったそうして腹がけのまんじゅうを今やことごとく胃の腑の中へ落とし込んでしまった漁車は一層猫背を張らせて居眠りだした」 その居眠りは馬車の上から、かの目の大きなハエが押し黙った数段の梨畑を眺め、真夏の太陽の光を受けて真っ赤に生えた赤土の断崖を仰ぎ、突然に現れた激流を見下ろして、そうして馬車が高い崖道の皇帝でカタカタときしみ出す音を聞いてもまだ続いた。しかし、か 乗客の中でその魚車の居眠りを知っていた者はわずかにただハエ一匹であるらしかった。その魚車の居眠りを知っていた者はわずかにただハエ一匹であるらしかった。ハエは車体の屋根の上から魚車の垂れ下がった反白の頭に飛び移り、それから濡れた馬の背中に留まって汗を舐めた。馬車は 崖の頂上へ差し掛かった。馬は前方に現れた目隠しの中の道に従って従順に曲がり始めた。しかし、その時彼は自分の道と車体の幅とを考えることはできなかった。一つの車輪が道から外れた。突然馬は車体に引かれて突き立った。瞬間、ハエは飛び上がった。と、車体と一緒に崖の下へ墜落していく。 放落な馬の腹が目についた。そして人馬の悲鳴が高く一斉発せられると、河原の上では押し重なった人と馬と板辺との塊が沈黙したまま動かなかった。が、目の大きなハエは、今や完全に休まったその羽に力を込めて、ただ一人、悠々と青空の中を飛んでいた。 what